おはようございます。はい、おはようございます。あ、今日はライブ参加ありがとうございます。おはようございます。1週間前から愛犬が寝たきり。ああ、そうですか。あと数日でお別れになりそうです。でもこんな時こそ自分の体を整えようと毎日来てます。はい、時間がないので他の筋トレ全部やめてこれに絞りました。毎日泣いてばかりですが、ここに来ると心と体がリセットされて持ち直します。あ、こちらこそありがとうございます。僕も、去年一昨年か、もう一昨年になるんですけど、愛犬が亡くなっちゃったので、ね、あの最後の方ってすごい、まあ、寝たきり、どういう状態なのかあれですけどね、結構動物病院とかも毎日のように通ってましたね。結構太い注射とか毎日のように点滴打ってね、結構なんかそれでね、こっちまであの辛くなってくるっていうかね、あのワンちゃんの方が辛いのは辛いんですけど、飼い主さん側もねどんどん辛くなってちゃいますよね。まあでもね、最後の時間、あのうちはあの病院とかに預けずに、あの家でもう看取るってことを決めて、あのお薬とかをね、あのもらって、お家で最後看取ったっていう最後でしたね。まあ、だから子供たちまだちっちゃかったんで、あんまり分かってなかったかもしれないけど、まあ、最後カノンちゃん、あ、カノンちゃんっていうねワンちゃんだったんですけど、カノンちゃんが、亡くなる、最後の本当一息、本当に最後ので吸った一息まで、まあ見れて、まあ、その後ねこの火葬というか、そういうのまでね、あの本当生き物のねこの命というものを自分たちのね、うちの子供たちに体験させてくれたっていうかね、教えてくれた、そんなことがありましたね。はい、皆さん今日もよろしくお願いします。ね、着物は、まあでもね、最近僕のコンテンツでも結構その死ぬというところの境がね、なんか死って怖いものではなくて、きっと霊体となって、まあ、どこからか見守ってくれていたりとかですね、まあ、そういう、まあ、自分もあのお母さんもね結構早いうちに亡くしてるんで、早いうちにというか、まあ、それも何年前かな、まあ、元気だったお母さんがあの、脳出血で、まあ、突然亡くなるみたいなね、そういうことも経験してるんで、あの、まあ、物体としては消えていても目に見えない世界からのサポートというかね、まあ、そういう存在っていうのも、まあ、自分も感じるようになったというか、信じるようになった、まあ、信じるようにならないと先に進めなかったっていうようなね、まあ、そういう経験をやっぱりするとですね、そういう世界の話っていうのもちょっとずつこう受け入れられるというか、まあ、死って怖いもんじゃないんじゃないかなと、むしろこっちの世界の方がよっぽど大変なんじゃないかなっていうね、なんて思ったりするんですけど、あね、カノンちゃんね、もしかしたらどうでしょう、なんか心霊映像としてこの辺になんか映ってくんないかな、カノンちゃん音とかね、チャカ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 っていう、こう爪の音とかね。はい、あ、ピアノマークありがとうございます。タロマメさん、今日あのネタがなくなったんで、あのリサイタルします。あの僕が1ヶ月間練習したリサイタル、まあ軽くねお話をした後に、まあ、最後の最後にあの発表会させていただきますんで、まあ、よろしければ後半お付き合いいただければと思います。結構ね、こんなのをドンってここに置いちゃったからね、今日ちょっといろいろシステムをこうなんか調整するのは難しいっていうかね。はい、10時10分頃からスタートしていきますんで、
19日目ですね、20日目っていうのが結構僕の中でのポイントというか、まあ目指してたところっていうんですかね、スタートしてまずその20日間っていうのをやりきろうっていう思いからスタートしてますんで、まあ皆さんはね1からスタートしてる方もいない、まあ1からスタートしてる方と今日スタートの方とか、また今日10日目ですとかね、そういった方もいろいろいらっしゃると思うんですけど、あのアーカイブ等も使っていただいてですね、あのぜひ順にねやっていただけたらと思います。はい、あのピアノ弾いてくださるのですかっていうレベルじゃないんで、皆さんあのハードルを上げないでください。1ヶ月ですから。だから皆さんは、このプログラムをね1からスタートしていただいた方、トレーニングが今ちょっと止まっていて、で、あ、鈴木さんからなんかまた案内が来たなと、ライブやるらしい、まあ、ちょっとやってみるかっていう形で1から今日19日目になるわけですよね。まあ、その間僕があの初心者として1から、1ヶ月ぐらい練習してた、まあ、そのレベルなんで、皆さんの体の変化と同じぐらいのピアノの変化ぐらいしかないですから、まだ1ヶ月じゃねあれですけど、まあ、でもねそういうなんか上手くなってから見せてもしょうがないじゃないですか。はいはい上手ですねで終わりなので、あの子供がピアノを始めて、その発表会に、初めてのね発表会に、まあ、1ヶ月で発表会やる子供もいないですけれども、まあ、そんなのもねもう全部あの全部出してやろうと思ってですね、はい、楽しみにしてください。まあ、あのその前のお話っていうのがちょっとピアノと関係するというかですね、仕事関係のお話、仕事とはビジネスとはっていうね、そういうお話をちょっとさせていただこうと思ってますんで、その流れの中でですね、あ今日話がちょうど出るから、で1ヶ月の成果見せちゃおうかなみたいなねはい、見守っててください。はい、すごいですよ。でもだってあのコンサートホールなんか借りなくても自分の部屋に1個これ持ってきたら、あの100人ぐらいが見てくれるあのコンサート開けるんですから。カニの時代です。だからね、それも皆さん、カニ座の時代っていうのはそういうことです。表にね、その外にたくさんお金をかけてあのライブをねやらなくたって、皆さんのご自宅でライブをしながらもうできちゃうというね、上手な方はぜひぜひやってください。はい、では皆さん準備よろしいでしょうか。お水等のね準備、今日もだいぶ暑いですよね。風が強いです。関東は晴れてて風も強い、ちょっとやや曇り気味なんですけど、朝から強風が吹き荒れております。あ、音のある暮らしね、まあ、僕は楽器はだからそのギターとかしか経験してこなかったんで、まあ、娘の影響でねあのピアノを触り始めて面白いなっていうね、まあ、ギターも当然面白かったんですけど、ギターってあの指痛くなるんですよね。まあ、それは当たり前なんですけど、やってれば筋トレとかと同じでね、まあ、筋肉痛が来るのと同じで、弦をこう握るっていうのにやっぱ握力が必要だったり、その指の弦を押さえるここがめちゃくちゃ硬くなってタコになって痛いっていう、結構なんていうんですかね、ハードル高めっていうか、あのそれなりに楽しみましたけども、でもピアノって鍵盤楽器ってあの押せば音が出るっていう簡単さというか、でもなんかちょっと難しそうに感じるじゃないですか。それを今日皆さんのね、あの難しいんじゃないのという気持ちを払拭できたら面白いなーなんて思って持ってきました。カリンバ楽しいですよ。カリンバっていう楽器があるんですか。はい、ちょっとチェックさせていただきますね。カリンバライブ終わったら、はい、で、あのインスタグラムの方ももしよろしければ YouTube ライブの方に遊びに来てください。一度こちら止めさせていただきます。はい、では10分になりましたので、始めていきます。音変えますね。はい、それでは
本日もですね、水休憩とは取りませんので、ご自身のね、リズムで、ご自身のペースで休憩も取ったり、お水も取っていただいて構いません。今日ね、19日目、少しだけですね、動きをちょっと難易度を1個上げるところがあるので、そこだけ説明させていただきますね。前半ではなくて後半の方のスクワットで、センターでスクワットを入れたら右足でバランスをとって、両手おへその前、このバランスありますね。この時に今日はですね、ダウンを1回入れて右に行くの一緒です。両手を横に開きます。そして外から目線を移動、目線を移動で、センターでダウン、今度左ですね。バランスをとって外から1、2、目線ってすごいバランスに関係してるんですね。なので今までは、昨日まではただバランスを取るだけ、目線は動かしてません。安定しやすいんです。その状態から両手開いた状態でですね、1、2、目線を少し動かしてもバランスがなるべく崩れないようにという、ちょっと遊びの要素も入ってますんで、ピタッと止まってなくてはいけないというわけでもありませんので、ご自身の中でそれはさすがに無理です先生という方は、これでいきましょう。昨日までやってる動きですね。ダウンをしておへその前で立ち、はい。ただその代わり僕たちはですね、やれる方はこういう動きが入りますんで、ちょっとここで止まっててください。センターのスクワットで動きを合わせていきましょう。はい、それではまずスクワットからの動きですね。ダウンアップです。肩幅にセットしていただいて、つま先両方とも、少し外向き、膝の向きとつま先の方向が揃うようにダウンアップを10回からいきましょう。どうぞ。1 2 3 4 5、少しずつ深く、6 7 8 9、ラスト10、はい、 OK。 では下でストップ、キープ10秒です。いきましょう。はい、ダウン。太ももが床と平行ぐらいまで、はい、キープ。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、はい、アップ。 OK。 一回足振りましょう。はい、一呼吸置きます。息を吸って、はい、吐きます。はい、では足の幅、腰幅です。さっきの幅よりもちょっとだけ狭くなりますね。拳2個分ぐらいの幅。かかとのアップダウン10回、どうぞ。1 2 3 4 5 6 7 8 9、上で止まりますよ。ストップ、上でキープ、かかと上げて1 2 10秒 3 4 5 6 7 8 9 10、はい、ダウン。 OK です。ではもう一度スクワットのフォームです。先ほど一番最初に説明したバランスのスクワットいきますよ。センターでダウンが10回になるところまでいきます。はい、真ん中でダウンを1回、1、右足でバランス、両手開いて、はい、外から1、2、センターでダウン、はい、左足でバランス、はい、外から見て1、2、センターでダウン、はい、3、開いて1、2、センター、4、バランス1、2、センター、5、はい、外から1、2、センター、6、外から1、2、7、1、2、8、バランス1、2、9、バランス外から1、2、ラスト10、バランス1、2、はい、センター。 OK。 では下でダウンをしてキープ10秒、さっきの動きですね。はい、キープ。1、2、3、4、5、耐えて6、7、8、9、10、アップ。はい、 OK。 足振ります。ではかかとのアップダウン、もう1セットだけね、いきますね。腰幅に戻して拳2個分です。はい、かかとのアップ10回、どうぞ。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、上で止まりますよ。キープ10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ダウン。 OK、 足振ります。 OK、 足のトレーニングおしまいです。お水休憩等もね、取ってくださいね。汗も拭いていただいて構いません。では準備ができた方から両膝を下ろして、右足、右手の外、ストレッチを少し入れましょう。はい、セットができたら重心深く、お尻の高さをね、前に前に深く落として、胸を少し張って、はい、そこで大きく息を吸い込んで、はい、吐きます。ふー、前の足はももの後ろからお尻にかけてですね、後ろの足は足の付け根、前の部分になります。伸びを感じましょう。はい、小さく揺らいで、伸びを感じているところでちっちゃく揺らぎます。はい、揺らぐ際は前の膝が外にね、外に回っていくイメージですね。外に開いた時に、ももの内側、内転筋の伸びまで感じてみてください。股関節周りがね、どんどん緩んできます。はい、 OK、 左右入れ替えましょう。左足前、はい、胸を張って、はい、重心深く落とします。はい、胸が張れたら大きな深呼吸、そこで1回息を吸って、はい、吐きます。はい、伸びを感じながら少し揺れて揺れて揺らして、はい、外に外に、膝を外に回していくイメージですね。外に、そして前後の動きも入れながら、はい、 OK、 では足後ろに戻しましょう。はい、では体幹の動きです。四つん這いです。肩の真下に手首、お尻の真下に膝が来てますか。で、手の幅と足の幅同じ幅です。手の延長線上にしっかり膝が来ていることを確認してください。はい、右手と体格の左足、前と後ろにアップ、そして下ろします。そして左手と右足、交互に10回いきます。右手からどうぞ。1、左手、2、右手、3、下ろした時さっきのフォームのまま、4、右手、5、左手、6、右手、7、左手、8、右手、9、はい、左手ラスト、10、はい、OK。 では今の動きに一つ動きを付け加えましょう。右手と左足伸ばしたら、一度肘膝をおへその前で近づけます。くっつかなくても大丈夫です。近づける、そしてもう一回伸ばしてダウンです。カウントは伸ばして1、肘膝2、3で下ろす。これでいきましょう。右手からどうぞ。はい、1、2、肘膝伸ばして3、下ろす。左手、2、2、3、下ろす。右手、3、2、3、下ろす。左手、4、2、3、下ろす。右手、5、2、3、下ろす。左手、6、2、3、下ろす。右手、7、2、3、左手、8、2、3、あと2つ、右手、9、2、3、ラスト、左、10、2、3、ダウン。OK、お尻後ろに引きましょう。一度ストレッチ。はい、前戻ります。では、腕立て伏せの動きになりますが、今回の腕立て伏せは下までブレーキをかけるだけです。まず手の幅、肩幅よりも1個広めです。ちょっと広め、はい、そしてお尻の真下よりも気持ち後ろに膝がつくように、一歩膝は後ろ、手と手の間に頭が入る土下座フォームではなくて、前に手と手の間に胸が入るように飛び込みます。そしてブレーキだけ、人はブレーキの方が強いので耐えることはできます。なので下まで降りちゃってください。そして背筋の力も借りてアップ、お尻を
ポコッと持ち上げる。10回いきます。余裕があれば膝まで浮かしていただいても大丈夫です。どうぞ。1、ブレーキブレーキブレーキ、はい、ダウン、上体を起こして、はい、お尻持ち上げて。2、ご自身のレベルに合わせていただいて構いませんので、膝の位置きつい方は1個前でも大丈夫ですよ。それでゆっくり降ります。3、耐えて耐えて、はい、ダウン、はい、アップ。4、はい、ダウン、アップ。5、はい、下までゆっくり耐える。胸と腕をしっかりとね使っている意識を持ってください。はい、ダウン、アップ。はい、あと半分。6、ダウン、はい、アップ。7、耐えて耐えて、はい、アップ。8、あと3つだけ。ダウン、はい、アップ。9、ゆっくりゆっくりゆっくり、ダウン、アップ。はい、ラストいきます。10、はい、最後目いっぱいゆっくり、はい、ダウン、 OK、 アップ。お尻を後ろに引きましょう。はい、ストレッチ。はい、 OK です。では反対向きになります。休憩も取ってください。はい、足が揃えた状態ですね。両手はお尻の真横ではなくて1個後ろです。少し後ろ。指先は外向きです。指先が裏に行かないように気をつけましょうね。外向き。はい、お尻をアップして、腰、お尻、ももの後ろ、背面の筋肉がギュッとね硬くなるのを感じてください。上がる範囲で構いません。10回アップダウンを行います。一番お尻が持ち上げやすいポジションというのが皆さんそれぞれ手の置く位置でありますので、何回かちょっとこう調整していただいて、あ、この位置だなというのを確認してください。 OK でしょうか。はい、では10回いきましょう。どうぞ。アップ。1、2、ちっちゃくてもいいですよ。上がる範囲で。3、し、ご、ろく、し、あと3つ、はち。ラスト10、上で止まります。はい、キープ、お尻下がらないように上げて。10秒。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、ダウン。 OK、 お尻1個前に寝ましょう。はい、一呼吸休憩取ってください。大きく吸って、はい、吐きます。はい、ではラスト腹筋のね動きやっておしまいです。頑張りましょう。ラストスパートです。足の幅はね、閉じてても開いてても大丈夫です。どちらでも膝立てた状態で、両手ももの前、膝のてっぺんを目指して、顎を引いて目線をおへそに持っていってね、体をしっかり丸めてください。10回アップいきます。両手頭の後ろでもいいですよ。どっちでも大丈夫です。首がね疲れる方は頭の重さを両手で支えましょう。大丈夫な方は両手ももの前でいきます。はい、10回アップ。正面どうぞ。1 2 3 4 5 6 7 8 9。ラスト10、はい、ダウン。 OK、 では
左手を床に、右手、左足です、さっきの反対側にね添えていただいて、この右手で左足の外側の膝を触りに行きます。頭支える方はこの状態でひねられれば OK です。どちらでも OK です。では10回いきましょう。どうぞ。1 2 3 4、上がる範囲で5 6 7 8 9、ラスト10。はい、 OK、 ダウン。はい、一呼吸。最後反対でおしまいです。回数をね少なくしても全然大丈夫ですからね、ご自身の体力レベル、今の状態に合わせてください。では左手右足に添えて、外側のね膝タッチしに行きますよ。はい、どうぞ。ラスト10回。1 2 3 4 5 6 7 8 9、ラスト10。はい、ダウン。 OK、 お疲れ様でした。最後お腹少しストレッチしておしまいにしましょう。両膝右に倒して、目線は足と反対に、両手は胸のラインで広げます。はい、ウエスト少しくねひねるようなイメージでですね、ねじってください。そこで大きな深呼吸、一回息を吸って、はい、吐きます。はい、反対いきますね。両膝左、目線反対、両手を広げて大きな深呼吸、一回息を吸って、はい、吐きます。はい、 OK、 センター。はい、では体を起こしましょう。お疲れ様でした。今日のトレーニング、これでおしまいです。お水取ってください。汗もね拭きましょう。はい、お疲れ様でした。お、皆さん、今日は蒸し暑い蒸し暑いと汗かけたみたいですね。僕はちょっとズルしました。空調ついてます。空調つけてる組です。ね、湿度がちょっとあるだけでね、汗がすごいバーって出ますよね。まあ、それが気持ちいいっていうねあ、ずるい、自分だけつけてる時にね言わないっていうね。今日ちょっと涼しくできちゃいました。皆さんすいませんに皆さん、あの空調はつけるなとは言ってませんからね、僕は毎回、まあ、ちょっと気持ちよく汗、ね、かける陽気だなみたいな時には、まあ、空調つけないでいきましょうって言ってますけどね、はい、今日はあのすいません、さらっとつけてました、空調。はい、ではですね、10時半になりましたので、まあ、トレーニングでね、OK と、あとはアーカイブで見ますとかねいう方は、本日もご参加ありがとうございました。お疲れ様でした。11時頃までですね、少しお時間いただきまして、今日のね、トークに入りたいと思います。まあ、何かトレーニングのことだったり、体のこと、食事のこと等でですね、ご質問があれば、まあ、チャットの方に書いておいていただければ、まあ、それ拾って、拾えない時もあるんですけど、あの見つけた時にはですね拾って、あの回答しますので、残りあと1日ちょっと寂しい。あ、そうですね、あの20日間っていうのを一つ目標にはしてたんですけど、まあ、僕もスタートする前、その20日間どういう感じになるのかっていうのを
がわからないかったので、とりあえず20日間、やっぱりこう目標を立てるっていう時に近くに目標が見えてなきゃダメなんですよ。目標設定の立て方って、よし、じゃあこれから1年間頑張りますとかってなかなか続かないんですよ。なので僕もトレーニングプログラムをご提供するときに、プライドボディエボルブ20日間の自宅トレーニング、20日間だったらなんとかちょっと頑張れるかなっていうね、まあ、そういうなんていうか絶妙な期間設定っていうのが結構目標達成には大事なんじゃないかなと思うんですね。なので、まあ、とりあえず僕自身もこのライブを20日間はねやってみようという思いで始めました。まあ、ただ皆さんがねこうやって集まってきてくれて、毎回僕もみんなが来てくれるからこう出れるわけなので、まあ、続けられるんだったら、まあ、ちょっとその先も続けていこうっていう思いは全然あるんでね、まずみんなで一緒に20日間頑張りましょうという場を今作っただけです。なので20日間が終わったら、じゃあもう20日間頑張ってみるみたいな、やっぱりそこも目標をまたね長く持っちゃいけないんですよ。やっぱり ちっちゃな目標を成功体験を積み上げていくってことが大事だと思うんで、小さく小さく、とりあえずあそこの目標まで、あそこの目標まで、あそこの目標まで、トータルで俯瞰してみればだいぶ遠いところまで来たねっていうね、それがやっぱ目標の立て方の、まあ、上手な立て方なんじゃないかななんて思いますんで、はい、ではですね、後半のお話にちょっと入っていきたいと思います。ちょっとリサイタルはですね、お話の流れでちょっとやるだけなので、後半全部リサイタルやりますみたいな、そんな技術ございません。お話がメインになります。はい、皆さんでねチャット楽しんでいただきながらお話聞いていただければと思います。では今日の話はですね、先日友達が少ない、極端に少ない、僕のねお友達の数少ない友人の一人から、まあ、お誘いをいただきまして、まあ、僕も最近ねまたこうして表に出始めたから、どうしたの、頑張ってんのみたいな感じでお誘いをいただいて会って話してきたんですね。で大学の頃の、同級生なんですね。でその子も、まあ、僕とは業界は違うんですけども、自分で何かこうビジネスをやって自分で何かをやっていきたいっていう子なので、まあ、結構話が合うのでたまに連絡を取っている仲なんですけど、その友達がですね始めたサービスっていうのが How to ミッケっていうですね、楽器の、例えばこういうピアノとかギターとか、いろんな楽器の How to を、投稿できたり、素人の方が投稿できたり、それを学べたりっていうウェブサービスを始めたんですけど、これ案件とかでも何でもないですからね、その友人もきっとこの話してるの知らないと思うし、まだスタートしたばっかりのサービスでこんなの始めたんだっていうことを僕も聞いてきたんですけど、まあ、これからどう展開していくのかというね、まあ、そんな段階のサービスになるんですけど、まあ、すでにねうまくいってて軌道に乗っているっていうものも参考に当然なるんですけど、そうじゃなくて、まだこれからどうしていくのっていうね、ここからどうするわけっていうようなサービス、初期段階のサービスっていうのを客観的に見れるっていうかね、その見るっていう視点っていうのは、もう僕にとっても学びになるし、皆さんにとってもね学びになるんじゃないかななんて思ったんですね。意外と自分のサービスを作るってなると、自分のそのサービスどういうものを作ったらいいかって分かんなくなるんですけど、他人のサービスだからこそ分かりにくいとか、ここが使いにくそうとかね、こうじゃなきゃ使うことはまずないかなっていうような的確なアイデアが他人のコンテンツだから見えたりするわけですよ。まあ、イメージとしてはですね、楽器のハウツーがなら、まあ、学べるっていうねことで、まあ、料理っていうところのクックパッドって皆さんご存知ですか？クックパッド、ご家庭のお母さんとかだったら、まあ、何回か見たことある料理のレシピ本のネット版と言ったらいいんですかね。それをねイメージして、まあ、作ったようなんですね。まあ、作ったというか、それを、まあ、モデルにしてるというかですね、それの楽器版というか、素人の方が作り方、楽器のハウツーを投稿できる、そしてそこで学びもできるっていうね、まあ、一応ですねこの動画の、説明欄にも、その僕のお友達が作ったですね、
サービス How to みっけっていうね、まあ、多分みっけたのみっけだと思うんですけど、まあ、いい先生見つけたなみたいなね、リンク載せてますんで、ライブ終わったら、まあ、よろしかったら見てみてください。それでね、いやこれはこうの方がいいんじゃない、あの方がいいんじゃないっていうのがあったら、僕友達に伝えますから、ぜひ教えてくれたらと思います、興味のある方はね。ただね、そういうのをなんとなくパッと聞くと、それ YouTube でいいんじゃないっていうご意見というか、まあ、そういうふうに思った方もいると思うんですよ。まあ、僕もそういうふうに思いましたからね。それ YouTube とどう差別化する？だって YouTube、まあ、ただね、クックパッドで考えてみても、 YouTube にも料理チャンネルっていうのがあったり、レシピ関係の動画ってたくさんありますよね。皆さんもそれ参考にして何か作ったことあると思うんですけど、まあ、現状の業績っていうのはちょっと分かんないんですけどね、クックパッドの。ただクックパッド独自の強みで YouTube に完全に食われることはなく、サービスを継続していられてるわけですよね。今とりあえずまだ潰れてないってことはね。クックパッドに月額払ってる方います？もしいたらチャットで教えてください。なので、うちの嫁はね、クックパッドに月額払ってたんですよ。そういう話をした時にね、私払ってるよみたいな。やっぱり動画とで、クックパッドって動画じゃないらしいんですよね。文章と写真なのかな。でやっぱり料理本っていうのが、アイデアとして来てるから、確かに動画だとどの部分に材料のグラムとか載ってたっけって、ちょっと探すのめんどくさいですもんね。確かに。でもそのクックパッドの文字ベースだと、だからそこで文字ベースの強さも出るわけですよね。動画の時代といえども、やっぱ文字ベースで、そのレシピの項目にパッといけば、材料のグラム数とかがすぐ文字でわかるみたいな、その強みとかもあったりとかするわけなので、生き残れる、まあ、道はあるっていうことですよね。ちゃんと考えればというか、例えば映像コンテンツにしたって、皆さん何加入してますか？ Amazon プライム、 Unext、 Netflix、 ディズニープラス、アベマ TV、 全部月額課金で映像コンテンツを見せるという点においては一緒ですよね。似たようなサービスであっても、まあ、それぞれ独自の強みをね、打ち出して勝負をしているわけですよね、このお仕事とかビジネスの世界はね。友人が始めた、サービス、音楽業界のね、そのことと、まあ、僕が取り組んでいる、まあ、フィットネス業界だったりとか、まあ、こういうことっていうのは、まあ、やや被る部分、 How to っていうね、どういうふうにやるんですかっていうのを提供する部分は似てるんですけど、まあ、やや業界が違うので、まあ、ちょっとなんかこう的確なアドバイスっていうのも難しくはあったんですけども、まあ、仕事をすると、ビジネスという観点で言えばですね、まあ、全部共通している部分があるんじゃないかなと思ったんで、まあ、友人とね、そのお話の中でシェアしてきた内容っていうのは、まあ、ここでもね、お話しするとお役に立てるんじゃないかなと思ったんで、その時のね、気づきというか、ことをですね、今日はご紹介させていただきたいと思ってます。で、仕事っていうのはですね、基本的には、まあ、皆さんもね、自分でビジネスされてたり、会社に勤められてたりとか、何かお仕事されてると思うんですけど、基本的にはすごいシンプルで、自分が見せたい私利私欲のものではなく、きっと誰かが喜んでくれるだろうというですね、利他的な心を持って作ればうまくいくはずなんですね。相手のことを考えて、相手の役に立つこと、ためになることを考え抜く。お客さんってそこちゃんと見抜いてるじゃないですか。自分たちがお客さんになった時に、だって見抜くでしょ。あ、ここの飲食店なんか手抜いてるわとか、あそこがダメだな、ここがダメだなってお客さんになると分かるんですよ。でも自分がサービスを提供する側になると、意外とこれやったら儲かるんじゃないかなっていう、お客さんちょっと一旦置いといて自分のことばっか考えちゃうもんなんですよね。だからそこが見えているサービスを展開している会社は、当たり前ですけど今後もうまくいき続けるでしょうし、まあ、もちろん時流っていうのもありますけどね、時代のね、時の流れもあるんですけど、そこの思いが欠けている会社はずっとうまくいくってことはないでしょうと。というか、そもそも現にスタートの段階でうまくいってないでしょうと。うまくいってないってことは、単純に誰も喜んでないサービスってことですからね。どうやってお金をもらおうか、
じゃなくて、どうお客さんを楽しませようかとか、どうお客さんを喜ばせようか、単純にそれだけなんですよ仕事って。なんか商売っていう風にね、ビジネスとかっていう固いワードになると、特別な能力が必要なのかとかね、大きな資本がいるのかとか、全然そんなことはなくて、本質は人と人との人間関係のね、この信頼関係、コミュニケーションなんですよね。まあ言えば極楽飯店でのおばあちゃんの宇宙の原理原則、このヒントをもう一回皆さん一緒に思い出してみましょう。1、あなたには自分の願いを叶える力はない。例えばスタートがお金が欲しいなっていうのが、まあある程度皆さんスタートでお仕事を始めるわけですけれども、お金が欲しいなの自分の願いを叶える力はあなたにはないっていうことなんですね。まず宇宙の原理原則としては、与えれば奪う必要はない。まあ与えれば、みんなで与え合えば、ご飯をみんなで食べさせ合えば、自分の口にも入ってくるわけですから、奪う必要すらないと。そして願いは、願いを手放した時に叶う。自分の願いを叶える力はないのですから、相手の願い、相手の望みを先に叶えて、先に相手に喜びを与えれば、相手からお金をどうやって取ろうかなんてことを考えなくても、あなたの願いは叶うという宇宙の原理原則があるわけです。この間のフィクションのお話をね、鵜呑みにすればっていう話ですけどね、真理の世界では先に奪おうとすれば、棍棒でボコボコにされたわけですから、で血だらけになって帰ってくるっていう、ね、お店から出てくるっていう。極楽飯店のね回を皆さん見てない方はぜひ極楽飯店の回のねライブご視聴ください。相手はどんなサービスだったら喜んでくれるだろうか、楽しんでくれるだろうか、気持ちよくなってくれるだろうか、まあ、そういった意識を持った上で今の自分にできることをやればいいんです、仕事はね。だから大きな資本がないからビジネスができないななんてことはないわけですね。むしろ極端なお金をかけない方が、もうそうなったら工夫とアイデアで勝負する以外ないので、いいサービスになったりするんですよ、お金かけないぐらいの方が。だからこういうのってね、絶対女性の方が得意だと思うんですね。だって普段からこの価値観で自分の家族にご飯を作ったり、家族にとって気持ちのいい環境っていうのを提供してるわけでしょ。世の中のお母さんは喜ぶんじゃないかな、あれやったら楽しむんじゃないかなって、もう全部だからこの価値観ですよね。それが仕事とかね、ビジネスとかね、そういうなんかキーワードになるとなんか小難しく聞こえてくるんですけど、真理は至ってシンプルな、相手を喜ばせゲームっていうかね、相手のことをただ喜ばせるっていうゲームをみんなでやってるということなんです。そこで僕はですね、最近こうピアノに触れ始めたので、娘の影響でね、初心者の気持ちがよくわかるわけですよ。正しい基礎知識っていうのを教えてもらうのももちろん大切なんですね。例えば教本みたいなのを開いた時に、まずピアノって一番皆さん何が大事だと思います？絶対最初に書いてあるもの、姿勢なんですよ。例えばね、今この僕すごい低い位置にいるんですよ、ピアノがここにあるとしたら。肘が下がってるでしょ。本来はこの鍵盤の延長線上ぐらいに肘というかね、こう、まあ、これが床と平行ってことですね。前腕が床と平行ってことは、もうちょっとやっぱ高くなきゃいけないとか、そうしないとやっぱ体に負担がかかってしまうとかね、姿勢から入るわけですよ。でもそういうことからやってると面白くないでしょっていう。大事なんですけどね、その前に弾いてみたいなとか、私にも弾けそうだな、鈴木さんのそれそんな簡単にできんだったらちょっと私もやってみようかなとかね、興味を持ってもらって、で実際にやってみたら実際に簡単に弾けちゃって、その楽器を好きになってもらうっていうことの方が、僕は最初って大事なんじゃないかなと思うんですね。で、人って好きになって興味が湧いてくると、勝手に学んで
どんどん成長していくものなんですよ。自分に興味さえ湧けばね。なので、始めたその日から弾き語りができる。発見、発見っていうのはこの白い鍵盤ね。これ黒いのが黒鍵って言われる黒い鍵盤っていうのはこれ発見。発見だけの方が発見太いし、押しやすいんで、発見だけで弾けるポップスシリーズなんていうサービスが僕がもし見つけたら、僕は今多分課金しちゃうと思うんですよ。あ、初心者の気持ちがよく分かってる、相手の気持ちがよく分かってらっしゃるっていう、そういうサービスいいなと思って多分課金しちゃうと思うんですね。で、このライブ、筋トレ、このねライブでの筋トレも同じ、なんとなく運動始めてみようかな、ちょっと休んでたけどもう一回まあやってみようかなっていう人にですね、僕が最初に出てきて解剖学から説明しようとしたらどうします？もうそれトレーナーの私利私欲でしかないでしょ。ここの筋肉はこことここからくっついてましてみたいな話を聞かされてもね、いや見よう見まねで軽くついてきてと、体を動かしていただくだけでちょっと汗出ますよね、気持ちいいですよね、まずは1日10分からでいいから習慣にできたらこれってすごいことなんで、まあ、食生活のことなんてその後からでもいいから大丈夫だから、焦らず無理なく毎日一緒に取り組んでいきましょう。でこれって相手に寄り添ってるでしょ。そしたら相手から、皆さんから、鈴木さんタオル作ってくださいよ、買いますんでって言ってきてくれるんですよ。大きな広告費をかけたり無理な営業をしなくても作れば買っていただける、そんな状態にすることもできるわけです。宇宙の原理原則をに沿えば、何か物販で儲けてやるぜなんて気持ちでこのライブを始めてないわけです。花から目の前の今見ていただいてる相手にの何か役に立てないかな、この時間で何か喜ばせたいな、楽しませたいな、ただそれだけで、1ヶ月しかやってないピアノ持ち出してきて、それみんながなんか弾いてわちゃわちゃ下手くそだな、なんだので何でもいいからもう楽しんでくれたらもうそれで OK。 その宇宙の原理原則をベースにして、これで僕がめちゃくちゃ上手くなってて1年ぐらいやってて、それをただ弾いたら別に何とも思わないと思いますよ。はいはい上手ですね、この1ヶ月でめちゃくちゃ下手な状態でやるからおもろいっていうのもあるじゃないですか。今のね、その宇宙の原理原則をベースにした上で、その中で自分、今の自分に何ができるかってことを考えればですね、もうそれが仕事になっちゃうんだという、とてもシンプルなお話なわけです。仕事っていうのはね、今お仕事からちょっと離れてたりとかして、ご家庭のことをねお仕事にされてる方っていうのも多いと思うんですけど、その価値観のまんま外に出ていければ仕事になっちゃうわけですよ。ただ外に出るとお仕事って難しいなっていう、家の中にいるとね思い込みがちですけど、全然そんなことないです。お家の中の人たちを喜ばせたいなって思っているその感覚のまんま、それを外に出していけばちゃんとお仕事になっちゃうよっていう、そんな話です。シンプルなんです。シンプルがやっぱ一番大事なんですね。例えばこの iPhone、 すんごいたくさんの機能が入ってる。昔で言えば、今でこそ違いますけど、昔で言えばスーパーコンピューターが入っちゃってるようなもんなわけですよね。すっごいたくさんの機能があるけど、見た目も使い勝手もシンプルで分かりやすい、機能が豊富で、例えばねあれこれもできるんですよっていうふうにボタンとかいっぱいつけちゃったら、それって開発者側の私利私欲じゃないですか。あれもできてこれもできてってこんなでかくて、ボタンめっちゃいっぱいついててっていうね、その視点で作っちゃうとやっぱ売れないわけですよ。結局買ってくれるのって僕たちみたいな一般のね、その下の層の方たちまで届かなきゃいけないわけですから、使いにくくて分かりにくい仕様のものが出来上がっちゃうんじゃないかなと思うんですね。だからジョブズのすごいところはそういうところですよね。技術力とかだったら、まあ、そういったところもすごいんでしょうけど、何にも知らない僕たちにシンプルで分かりやすくこのスーパーコンピューターを持たせるっていうことに成功させてるわけですから、使う人の気持ちに寄り添ってるんだろうなと、だから多くの日本人が持つようになったんだなと思うわけですね。あと Google のトップ画面、いまだに超シンプルですよ。それが世界のトップ企業なわけです。
ちょっと一回見せますね、あの準備したんで。はい、 Google のトップ画面、笑えるぐらいシンプルでしょ。これが世界のトップかよっていう検索の枠があるだけ。相手の視点に立って相手にとって何がベストなのかを考え抜いてるからなんだと思うんですね。例えば自分がもう出したいものだったら分からないけど、ごちゃごちゃしちゃうんじゃないですかね。あれも見せたい、これも見せたい、広告入れちゃおうかなみたいなね。まあ検索の中に入っていけば広告はね入ってる、ビジネスモデルにはなってますけど、まずは与えてるわけですよね。あなたに検索を、もう検索をしに来ていただいてるんですから、あの検索だけに我が社はもうあの特化しますみたいな状態のページがスタートであるわけです。最初に与えてくれてるわけですよね。まあ、最近だとチャット GPT とかね、バードとかブロックチェーンとか、もうビジネスの分野って小難しいワードが次々と出てくるじゃないですか。ただ本質はそれらがですね、どう僕たちをシンプルに分かりやすく喜ばせ楽しませてくれるのかってことだけなんですよ。そうならないうちは多分来ないんです。来る来るって言われててもね、お金を持ってるのは人なんですから、末端の、まあ言えばね、そこからお金を得たいと思ってこう頑張ってるわけですからね、企業はね。分かりにくいものにはお金出せませんもんね、僕たちもね。新しい技術をどうシンプルに分かりやすく落とし込めるか。超優秀なビジネスマンたちが見てるのって超凡人の僕たちのことなんですよ。この僕たちがどうしたらこれを持つかってことは、正解が僕たちの中にあるってことなんです。だから僕たちもできないことはないでしょう。正解が僕たちの中にあるんなら。で、超優秀な人たちはその凡人がどうしたらどう行動するかってことを研究しまくってるわけですから。はい、というね、今日はお話、まあ、ちょっと仕事の話を絡めてですね、ということで本日はですね、最後にピアノ歴1ヶ月の僕だからこそ、上手くなくたってみんななんかこう仕事になるってなったらプロフェッショナルじゃなきゃいけないんでしょうと思いがちですけど、上手くなくたって楽器を楽しむことの魅力は伝えられるんじゃないかと。ピアノに触れたことがない方にですね、なんか趣味でね楽器を始めてみたいなと思っている方にも、相手の立場に寄り添ったピアノ講座を最後にさせていただきたいと思います。まあ1ヶ月もかからないと思う。1週間か2週間ちゃんと向き合えば、僕だってこの皆さんとトレーニングしてた1ヶ月、どっちかというとライブの方が集中してましたからね。片手間でというか、1日のちょっとした時間で少し触ってたぐらいだから、ちゃんとやろうと思ったら1週間2週間でできちゃうレベルの今曲をちょっと弾きます。必ず弾けるようになります。しかも発鍵だけ、白い鍵盤しか使いません。発鍵だけで弾く中島みゆきさんの糸をね、お聞きください。あなたも1週間後2週間後には全く同じように弾けるようになっちゃうっていうレベルのものです。ちょっとチャットに戻ると緊張しそうだから、チャット見ないでこのまま行きます。今チャットがどういう風になってるのか、ちょっとどんな話でチャットが盛り上がってるのかちょっと分かんないんですけど、椅子の高さがね大事なわけです。ちょっと僕切れます。達也鈴木初めてのピアノリサイタル、中島みゆきさんの糸お聴きください。皆さんも弾けるよってことですからね。
なぜ巡り合うのかを私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語だ、手の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない。間違えた間違えました。でもしょうがない、これが僕の1ヶ月の実力だ。みんなチャットに戻ります。ちょっとみんなライブ始まる前3回ぐらい練習したのに間違えたよ。はい、ってことでですね、この今のピアノ、なんとなく1ヶ月で鈴木さんそこまで弾けるんですかと。弾けるんです。で、なんでかっていうと、だって皆さんね、ちょっとこれちょっと11時近くなってきたんで、チャットちょっと置いといて説明しますね皆さん親指でド弾けるでしょ。これドド、これ誰でもできるよね。ドレミファソラシド、親指でドを弾くこと全部できますよね。今僕がやったのってピアノのコードっていう概念らしいんですね。親指がドに置きます。で、1個レを飛ばしてミを置きます。で、1個飛ばしてソ、ドミソ、この形そのまんま、ただ鍵盤動かしてるだけ。なぜ、で、今度このドをファのとこまで持ってきますね。形このまんまだから、巡り合う、ドに戻ります。のかを、はい、で、今度これラに持ってきます。親指ね、全部親指視点で、私たちは何も、今度これ今ミに来てます。ファに来ます。知らない、はい、またドに戻ります。いつ、親指がファに行きました。巡り合う、ドに戻ります。のかを、でもう一回、はい、ラに行きます。たちは、ミに行きます。何も知らない、これ指見ててずっと変わらないから、いたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語だ、手の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか、ここだけ、ここだけ黒鍵がちょっと入る、一個だけ、か誰かを温めうるかもしれない。もうこれで全部変えてないんですよ。これで、これを変えずに、ドの指をドにするのか、ファにするのか、ドにするのかで変わっていくを、ただこれ両手でやっただけ。なぜ巡り合うのかを、で、僕たちが弾きたいのってこういうピアノでしょ。初心者の方、ピアノでピロピロやるっていうのはピアノソロって言われるんですけど、あれはやっぱり右手と左手が全部違うんですよ。でも僕たちはお風呂上がりとかお酒とか飲みながらカラオケをしたいわけですよ。
だから伴奏だけちょうだいっていう、それで和音って気持ちいいでしょ。できそうでしょ。だってこれ指変わんないんですよ、ずっと1、2、3本の指。だから親指でドが押せる、ファが押せる、ドが押せる、誰でもできるでしょ。これができればただ指がこのままの形で動いてるだけ、1週間もかかんないんじゃない。でこれができたら和音、このドミソのこの形を1個ずつ弾いているだけ、でもこの形さえ覚えてしまえば、さっきみたいなちょっとこう歌ではなくてピアノだけを楽しむという伴奏もできちゃうっていう、多分姿勢も違う、この指の形も違うんでしょう。僕一回もその習ってないからね。でもあ、できるんだこういうことが、楽しそうって思ってもらうところからがトレーニングだって楽器だってスタートなんじゃないっていう。でこれってやっぱ初心者に寄り添ってるってことだと僕は思うんですね。なのであのお友達にもですね、最近ピアノちょっと娘の影響で始めたんだけどさと、初心者ってこういうことを思ってるんだよっていう意見ってすごいビジネスをする側の向こうからしてみたら貴重なわけですよ。だから発見だけで、例えば、黒鍵とかを使い始めちゃうとキーが変わりますよね。だから転調っていう作業が必要なんですよ、この黒鍵を使い始めたキー。それこそ今の中島みゆきさんの意図、これはキーが原曲のキーからだいぶ低いと思うんですよ。キーを変えないと発見だけにはならないので、だからそれも素人には難しいわけですよ。だから楽譜を買っても黒鍵がいっぱい出てくるような楽譜が多いんです。もうそれ全部発見だけに転調、調を変えて、してくれよと、そしたらピアノ楽しめんのにみたいな。だからそのサービスだけを YouTube では、何個かはあるかもしれないけど、ピアノ初心者様のために発見だけで弾けるポップスをまとめてますみたいなサイトを作ってくれたら俺課金するよっていうねことをちょっと話してきたんで、まあね、あの参考にするねっていうふうに言ってもらえたんですけど。はい、ということで皆さんすいません、ちょっとチャット見るとなんかミスりそうと思ってチャット見なくてもミスっちゃったんですけど、こんなのもあっても面白いじゃないですか。もう鈴木お前もう何でも出してくるなと。ちょっと待って、みんなピアノじゃなくて歌、ピアノ一切褒められてないんですけど、歌を褒められてるね。まあそうだよね。そうかそうか。はい。まあそんな感じで僕はね、あの楽しんでるわけです。夜に。あの、いろんなね。はい。ということで皆さん、なんかピアノ、鈴木さん1ヶ月もかかんないでこういうふうに弾けるようになったの、今見ましたよね。ちょっと間違えちゃったけど。今からでも趣味になるし、ご年配の方はあの、定年退職とかされてからピアノ始められる方多いみたいです。頭の体操になるから、指がこれだけ動くっていうのはめちゃくちゃ頭の体操になるわけですよ。でもちろん最初僕だってね、こんなことをこうやって押せって言われても押せないというか、次どこだっけってやっぱなります。でもやっぱ慣れてくるわけですよ、1ヶ月もやればね。だからすごい頭があの体操にもなるし、いいんじゃないですか。死ぬまでできるし、筋トレは死ぬまではわからないけど、楽器はいつまでも楽しめるんでね。はい。ということで、皆さんすいません。あの、初めてのリサイタル。まあ、2回目ありましたら、2回目あの、もうちょっとうまくできるように練習していきますんで。皆さんも、参考になりましたら、あ、ちょっとなんか楽器やってみようかなとかね。あ、ギター、諸星さん？めちゃくちゃ、あれじゃなかったでしたっけ？アーティストの方じゃなかったでしたっけ？この方ね。
ギターに、プロのギターに合わせられたらもうたまったもんじゃないですよ。ピアノ、ピアノうまい。花さんありがとうございます。はい。そうそう。だからさ、楽しいと続くじゃん。楽しいと思えば人ってやるんですよ。でもそれがね、はい、まず姿勢とかって言われたりとか、なんか、で、ファは、親指に行きますとかね。つまんないじゃんっていうね。もう曲弾いちゃおうっていう。簡単だからっていうことで、皆さんすいません。ちょっと今日も出ちゃったんですけどね。楽しんでくれてたら嬉しいです。まあ今日僕の仕事論というか、仕事ってそういう価値観で、やるものなんじゃない。だから決して、お金が必要だったりとか、特殊な何か技術が必要とか、そういうんじゃなくて、相手のことを見れば相手が喜んでくれること、ミスっちゃったって喜んでくれるんですからね。自分じゃなくてね、相手のことを考えればどんなことでも仕事になっちゃうんじゃない、まあ、そんなお話でした。はい、皆さんありがとうございました。また明日、明日20日目ですからね、皆さん、明日からまあゴールデンウィーク明けますけどね、平日組出席お待ちしてます。ね、もうない、もういいです。もうこれ出すしかないと思って出してきてるんで、もう明日何が出るかね、まあ、僕もピンと思いついたことまたやりますよ。みんなに楽しんでもらえることを。はい、ありがとうございました。このまま行くとかね。はい、さよなら。ご参加ありがとうございます。